常磐バイパスは福島県いわき市内の国道6号のバイパスである。全線が国土交通省が直轄管理を行う指定区間に指定されている。いわき市を南から北東に従管するいわき市内におけるバイパス号の中心角となるバイパス。旧国道6号の交通量増大に伴う渋滞を解消するために計画され、大部分が片側2車線以上による全長、 約2 8トルのバイパス路線。愛称は岩きサンシャインロード。バイパスの全区間が1998年6月16日に候補路線の指定を受けた地域高規格道路岩き東道路を構成する予定である。岩きサンシャインロード入り口付近2015年4月2000年に全線開通し、その後は4車線化や、 交差点の立体化などの工事を進められた。信号機が少なく立体交差が多いので、福島県内の福島南バイパス、朝霞のバイパスとともに、車両の流れが比較的良い。特に、飯田交差点から終点の神谷 JCT までの1 0 9トルや、癖現団地から平した神谷にかけての新規開通部分などは平面交差がないように作られ、 仮想場の入り口ですら立体交差になっている。また2010年代以降は全線4車線化に向けた拡幅事業が本格的に進められ、バイパス周辺においては特定港重要港湾である小名浜港にて整備が進む小名浜港国際物流ターミナルの整備やイオンモール岩手小名浜の開業などのイベントによる交通量増加を見越し、これに間に合わせる形で、 国土交通省は、岩き市平市も荒川同士平下上谷間を、それぞれ2018年3月に4車線で共用。残る岩き市名古祖町4差は西木町がみも2018年度中の、開通を目指し工事が進められている。一方で、水戸方面に向かう場合、常磐バイパスを過ぎると、流れが悪くなる。これは、茨城県内は2車線が大半で、日立、石岡、 土浦では渋滞に巻き込まれるためである。かつてはナこそ4沢交差点から小名浜住吉交差点までは並行する旧道が県道に降格されたためバイパスと名のつく本線であったが2018年4月1日より残りの並行する県道区間も県道と国道399号に降格したため全線がバイパスと名のつく本線となった。 1963年、現、岩き市の合併が決定していた、当時の国道6号は、モータリゼーションの進捗に伴って、自動車交通量が著しく増加し、渋滞が慢性化していた。岩き市は新産業都市の指定を受け、将来的な産業活性化と、それに伴う、近郊部の都市化や宅地化等により、さらなる交通量の増加が予想された。こうしたことから、 当時の建設省と福島県、いわき市は、市街地を経由する通貨交通を郊外に分離し、各地域間道路や、当時建設が予想された常磐自動車道から、観光、産業都市として期待された小名浜への自動車交通を円滑化するためのバイパスの建設を計画し、1966年から事業化された。当時の常磐自動車道の建設計画はまだ、 白紙状態であり、バイパス道路は、岩木市を縦断するだけではなく、南北交通を最短で結ぶ道路として計画が進められた。ルート選定においては、市街地に接近しすぎると、用地の取得に多額の費用を要する上、交通量の増大で、さらなる騒音などの公害が生じる恐れがあるため、また1五十三年六月に、現在の国道十九号の計画路線から、 外れた小名浜平間を結ぶ、副経路としても考慮されていたことから、旧、名古屋市から、岩き市、平市郊外へと最短で結ぶ経路が選定された。こうして1968年度に、幼稚買収に着手し、1972年に、名古屋町四佐は佐ぬか町イカリデンの供用が開始。その後も整備が進められ、1989年に、おおむねの区間が完成した。 2000年に全線完成。その後も交差点の立体化や車線進が進められ、2018年度に全線4、車線化が完了する見通しである。さらには、ナコソバイパスも事業化された。常磐バイパスは、一般道路では、福島県内最長のバイパス路線であり、交通量も多い。また、西木町を中迎え、平下神谷の2 5 5トルに点在する。 信号付け交差点の数がわずか3箇所と極力立体交差化された一方、この3箇所を先頭とする渋滞が目立ち、特に夕方時間帯においては渋滞が慢性化している。より一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。